お腹が痛いということはおたけの貴重な産卵シーンが見れるわけなかろうが、涙流しながら産卵ですか。ウミガメちゃうから初見だと思いますか。初見です。その前振り何それ。うんちさん大丈夫ですか。いいおたけ出ましたか。逆や。おたパンジー21歳趣味産卵。趣味産卵って何それ。今まで聞いてきた趣味の中で一番意味わからんけど。初見です。初見じゃないです。どっちやねん。おたけのうんこを発見。これは欲しい。依頼。ちょっと低温熟成させていきます。何を。ツイッターの通知来週オンにしときます。今でええやん別に。おたけのスパレで何。メガネじゃない。出せー。フラググレネード田中さんナイス。一文字もかすってねえわ。アトランティックインフィニティオタケさんこんにちは。名前クソかっこいいな。食中毒からすぐ回復する方法教えてください。なんか毒は裏返るっていうじゃん。毒を食らうことでもう一回食中毒になればいいんじゃね。みんなおたけの名前で遊ぶのやめてあげろよ。嘘でしょうね。そんなことを言う人なんてうちのリスナーにはいませんよ。おたけの呼吸マジ。そんな弱そうな呼吸ちゃうな。今後顔出し予定ありますか。もう出しとんねん。